よー、カチッコチョーバータイポンです。それでは、竹下久保で世界中の選手を目指し、やっていきたいと思います。今回は、ワールドカップの予選ですね。代表行きたいと思います。ポルトガル戦。1、2対決かな？ポルトガルとは。うわ、めっちゃ竹下死にそうなんだけど。マジかよ。じゃあ、久保としてプレイていきましょう。FIFA ワールドカップ予選。ポルトガル VS フランス。フランス。さあ、ワールドカップの予選ですからね。ワールドカップ出場したい気持ちはやっぱあるんで、てかワールドカップやって終わりみたいなのを思い描いてるんでね、一応この竹下キャリアは。まあわかんないですけど、やるか。さあ行きますか。ポルトガルメンバー、ロナウドいる？ロナウドいなくね？もう代表は選ばれてないのかな。ユーベの時はいたけど、代表は選ばれてない説。グエデスだもんね。世代交代した？さすがに。ブルノ・フェルナンデス。結局ブルノ・フェルナンデス移籍しなかったもんな。おい、ちょっと竹下前半で結果を残す。押せないよ。いや、なんでそこポンってやっちゃったの、バカ。ほい、いいね。お、来た。あー、オフサイド、ちょっとタイミング悪かったな。ムバッペ、やっぱ決めさせてあげたい。フェイキール。ほい。いいんじゃない？いやー、惜しい。いやー、竹下いいよ。ポグバに預けての。さあ、どうする？カンテ。はい。いい。フェイキールちゃん。ダメ？ダメだったー。はい、ポグバー。うわ、すげえな、今の。ポグバー。竹ちゃん、ここにいよ。いった。カンテ。強いカンテ。竹ちゃん、ダメか。まあ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 、いいよいいよ。続いてるよ、フランスの攻撃。フランスやっぱメンバーちょっといかつすぎるからな。めちゃくちゃ強いから。ポグバー。ダメか。強っ。ルベン・ネベス。ちょっと、ビジャレアルでルベン・ネベスにもやられて、ポルトガルでもやられて、最悪だよ。いいね。フェイキル。いや、あー、今のシーンな、通ってたら、大チャンスが生まれたかもしれなかったな。さあ、アディショナルタイムが2分。やばい、やられそうな雰囲気。ポグバナイス。強えな、やっぱフランス。めちゃくちゃ。全体的にやっぱ選手の動きが違う。さあ止めろ。オーケー。竹ちゃん。おーしよ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 し。スタミナやばいけど、まあ、この試合はちょっとがっつり出てもいいかな。はい。行きましょう。パーパンパーン。いいね。竹ちゃんパス。フランスのメンバーこうやって見るとやべえな、本当にいかついメンバーしてるわ。よし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 。はい、シンプルにシンプルにいこう。ちょっと止められてる、止めてる。ルベン・ネベス今の止めてたの違うかな。うおーし、いいね。体が軽い。来た、ムバッペ。竹、いやー、マジか。外しちゃったな。これはちょっと決めてほしかったけど、まあ、後ろからちょっと押されてたのかな。8番ブルノ・フェルナンデスか。さっきからちょっとブルノ・フェルナンデスになんか来い、まあ、やられてる。マルシャル頑張れ。あー、ダメか。コーナーじゃないよねこれ、普通に。おー、すごい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 。観客がこれラルクのあれだ、アンコール前とかにちょっとやるやつ。お客さんが一体となって、あれ俺も参加します。来たよ。いや待って、これ可能性あるでしょ。これ外すか、珍しいな。やっぱスタミナ関係してんのかな、ちょっとこの精度が低くなっているみたいな。ちょっと外すと思わなかったな。はい。ムバッペ。いや、パス。パス。タケちゃん。来たよ。ムバッペ走って。はい。いや、無理だな、これは。さすがにきつすぎた。意外と変えられないな。スタミナミリなんだけど。
相当低い。うわあ、オフサイドっていうか、そもそも競り勝てたのがすごいな。あ、やばいやばい、この雰囲気危ねえ。そろそろ変えられそうだな、スタミナがもう。いや、意外と変えられない。ミリだよ、スタミナ全然ないよ。大丈夫かな、タケちゃん。相当いかつい状況で、これスタミナ的には。はい、フェキル走らせていけるっしょ。フェキちゃん、フェキちゃん、まあまあ、来な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 。変えられる、変えられない。なんかどういうあれがあるのか分かんないけど、変えられないな。さあ、ポケバ変わったけど、タケッサー変えられない。スタミナ相当えぐいこと起きてんだけど、もうないよ、走れないよ、もう。タケちゃん、こんなんじゃまずいよ。殺しにかかってる、監督が、タケッサーのこと。ちょっと怖いな。あんまりちょっと、あれやめよう。接触はやめよう、相手の選手との。なるべくもう動かないでよ、ここら辺で。突っ立っとくわ。とりあえず。やめてよ。こんな最後の最後で。オッケーオッケーオッケー。時間ねえな。時間がないのよ。さあ、アディショナルタイムが3分。で、なんか、ポルトガルは選手変えてきた。ルベンディアス。危ねえ、今。ディフェンダーじゃなかったら入ってたな、確実に。さあ、もう、これは引き分けかな、痛み分けみたいな。はい。いや、パス、ちょっと、そのパスないな。そのパスないよ。まあ、いいんじゃないの、引き分けで、とりあえず。竹下も、決死の、なんかミスになって、何したっけ。はい、ということで次がアウェイでトルコ戦なんですけど、もちろん選ばれてません。まあ、それはそうだよね。スタミナちょっと使い切った感あるから、ここは休ませてくれるのはもう当たり前ですよね、さすがに。勝て。オーケー、フェキル、ありがとう。はい、ということで次はアウェイでエイバル戦やっていきたいと思います。これリーグ戦になります。もうちょっとね、レアルとの差を本当に縮めないといけないんでね。でもレアル負けてくんないと困るみたいな感じです。じゃあ、久保としてプレイでいきましょう。ラリガ・サンタンデー、マチ・サンジュ、ベアル・ベース・バース、さあ、エイバル、なんか日本人みたいな、アジア人みたいなのいたな、今。モブだったけど。さあ、ベストディフェンスビーチーム。11ゴールしか許してない。相当すごいよ、これ、本当に。さあ、行きますか。エイバルのホームですけども。ちょっと竹下、さすがにゴール決めたいです。最近ゴール決めれてない感じがするんで、ここは決めて、まあ得点ランキングもね、どんどん離していきましょう、2位との差を。で、アシストも、オーケー、ナイス。アシストも今1位になったのかな、ちょっとまだ確認してないんですけど、多分ね、最近結構アシストしてたんで、1位に躍り出てそう。クグレジャー、レバー。いやー、止められたか。パスカットされたわ。きた。いやー、くっそ、惜しい。惜しいな、マジで今の。全然ダメじゃん。いやー、止められた。ダメージ。オーラ、よー、久々にやったよ、マジで。久々にゴール決めてやったよ。よし、エイバルのサポーターに絶対やっちゃダメ絶対やっちゃダメだよ、うん、今みたいなのは 100% やっちゃダメよし、エルトルネードからの、久々に決めましたね、これ。パーン、もう得意となってきてはいる。うん、竹下の必殺技みたいなね。よし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 。いいよ。ハットトリックいけんじゃない？マジ、全然ハットトリックしない気がするな。お！ファールか、さすがに、それは。竹下、打ってみてもいい？うおー、意外と惜しい。結構いいシュートだった。竹ちゃん、じゃあここに、さまよってよ。うおー、レバンドスキー。もう一回コーナー止めたのか、今。普通になんかそれだかと思った。おら、いやー、惜しい。可能性はあったな、今。はい。いいよ。
さあこのパスして、レバー、ナイス、もうレバーならやってくれると信じてたわ。素晴らしい。いや本当頼れるストライカーだな、レバンドスキ。能力は、まあ、だいぶ下がってますけど、確か90ぐらいあるはずなんだよレバンドスキ。今87、まあそれでも十分強いっけどな、87でも。んいや強すぎ、シュートえぐ、早すぎ。怖タイマーがなんか、なんでこの時間にいきなりアラームみたいになった。怖い、ちょ待って、今確認してたら普通にボールロストした。何のアラーム、何のタイマー、携帯がいきなりなんか叫び出したんだけど、やば、ちょっと怖いよ。アラーム設定しなかったのに、やばい、テンパっても集中できなくなっちゃった、いきなり。はい。おー、割と良かったな。アディショナルタイムがもう3分経過するかな。 OK、 まあ前半いいんじゃない、今のところ結構。さあ後半戦点取りいきます、より点を取りにいきます。さあ竹下、危ない、おい、ファール、それはファールよ。ちょっと決めたい、ちょっと竹下で絶対決めたい、本当に。これぐらいかな、いきます。ちょっと強かったかな、うおー、曲がりすぎた。はい、見せかけてファール、オッケー。ファールをどんどんもらっていく。結構曲がったと想定してこれぐらいでいこう。強いかな、うわー、まあ決まったけど、もうフリーキック決めて、もう全然決まる気配ないんだけど。まあでもレバーよく詰めました。いや決めてフリーキック、決まりそうだった正直これとか。キーパー全然反応できなかったからな。おお、すげえ揺れた。オッケー、レバーありがとう。本日2ゴールか、7ゴールも決めてんだもん。またチャンスあったらちょっとフリーキックはもう欠かさず果敢に狙っていきます。打つ、やべえ、ゴール決めた。やべえ、ゴール決めた。やばすぎる。なんだこれ。いやー気持ちいい、このゴールは血を張って。いや本当にすごいなこれ、血を張ってたよ本当に、すごすぎる。マジか、20ゴール目か、しかも20ゴール目があのゴールはちょっと嬉しいな。よしよし、ハットトリックいけるこれ、マジで狙うよ。走らせて、この華麗なパス、もう竹さんの特徴にもなりつつある。無理か、さすがにそれは。はい、来いよ、おい、おら、あっ、ダメか。さあ、いける、おら、いや、惜しい、今、入ったと思ったな。うわ、無回転じゃん、相当やばい無回転だったな、今。さあ、3点目、狙っていくぞ。いいね、あ、メッシ入ってんじゃん。おー、メッシさん。うわ、やば。今の決まってたらすげえゴールだな。ちょっとなんかすげえ、エイバルが、ガチ攻めしてきてる、ガチ攻め。厳しい。いや、危ない。相当危ないな。全然こっち、マイボールできない。止めて。ダメか。取れない。やばい、失点するな。ナイス。このまま終わるのか、このまま終わるなんてやだ。メッシ、そう、いいね、
ダメか。まあまあまあいいでしょう。初トリックできなかったけども、ちょっとハイライト見よう。ハイライト。シュートでも 50% なんだ。まず竹下の1ゴール目、これもてかやば、この試合、そっか、これもあってか、相当やばいシュートしかねえな。これえぐすぎだろ。わマジの弾丸じゃん。たけちゃんやったな、マジで。ここまで血張って、うわ、また抜いて、しかも、うわ、ちょっとアウトで曲がってる。え、これほんとやばいと思うんだけど。この角度でいきます。ほー、いって、ほー、あ、曲がってるわ。うわ、もうほんとギリギリのところで曲がってる。すげえ。だってこのまっすぐだったらもう外れてるもんね。外れてるけど曲がって吸い込まれたと。やばすぎこれ。ラストもう一回見る。はい、パーン。いやあ、本当に気持ちいい、あのシュートは。もちろん竹下マウンサーマッチです。2ゴール1アシスト、素晴らしい活躍。え、レアルバジャドリード杉本の契約マジかかという記事が出てます。マジかと。別に かけてるわけじゃないから、マジかと、マジかを本当にびっくりして、マジかと言った。ちょっとね、しつこいって。これ三優秀選手候補ね、レバンドスキと久保とマリアノとバスケスが入ってるという感じか。試合数50いったんだ。結構やばいね。もう相当試合やこなしてます。はい、ということなんで、次回はホームでソシエダ戦ですね。こちらの方をやっていこうかなと思います。そしてレアルとバルセロナの勝ち点に関してはまだ1差という感じで、てかアトリティコ3位になってる。10位ぐらいだったのにだいぶ上がってる。さすがにやっぱ勝ち出してんのか。本当にこれ2強だね。もう2位と3位の勝ち点差、半端ないこと起きてるから、とりあえず負けられない試合が続くという感じになっております。それではここまでご視聴ありがとうございます。この動画だと思ったら高評価、まだチャンネル登録しない方ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。グッバイ、さよなら、バイオニー。